キープしています。続いて TM オペラを1馬身離れて5番、そしてその外から行ったのはエアクルー、5番手に東海帝王、その外並んでスペシャルウィーク、12番、追走1馬身差ウォッカ、8番、追走1馬身差1番、さらにレイシングフラッシュ、さらに外から14番、3番、追走少し後ろから10番、その内並んでヒシアーマン、残り 1000m 通過、その後ろオグリーキャップ、少し後ろから4番、13番、最高峰だ、意気揚々と先頭を行きます。テイエムオペラをどうでしょう、この展開かかってしまっているかもしれません、息を入れるタイミングがあればいいですが、大欅を越え4コーナーへ、まだ1馬身以上の差があるぞ、ここから捉えることができるのか、さあいよいよ直線だ、どのタイミングで誰が仕掛けるのか、スペシャルウィーク、外で足を溜めています。東大帝王、負けられない負けられないぞ、東大帝王突き放せ、東大帝王リードは3馬身200を通過、先頭は東海帝王、変わらない、強い強い東大帝王、足裏を衰えない東海帝王、強い走りだ、このレースの主役は間違いなくこの子でした、やったぞ東海帝王、並みいる資格を返り討ち、圧巻の勝利だ、2着にはウォッカ、3着に入ったのは TM オペラ王。Thank you.